こ食べてない？もう来てない？もう来てる。来てないですか？来てる来てる。うわっしょ、来た、取った取った取った。はい、どうも。友達には洋画は字幕で見てると嘘をついてる男、みごこチャンネル、ごますりです。皆さん、エビで鯛を釣るという言葉ご存知でしょうか？少ない元手で大きな利益を得ること。今回はその逆、タイでエビを釣りたいと思います。はい、こちらスーパーにてタイのお頭買ってきました。これでね、エビを釣っていきたいと思います。はい、今日助っ人に来ていただいております、カエル先生です。よろしくお願いします、はい、ちょっとカエル先生に今日プレゼントあります。何ですか？どうぞ。なんか T シャツ見せてください。見せてこれいいじゃん。早速それ着替えてみてください。やだ、着替えます。着替えました。おお、いいんじゃん。いい感じ。やっぱ可愛いカエルの絵のやつもあったんだけど、カエル先生はこういうガチのカエルの絵のやつがいいな。これ土ガエル、ピパピパ。ピパピパ？うん、ピパピパ。何それ？平べったいね、カエルなんだけど鼻尖ってる。これピパピパ、こういう、なんとかガエルとかいう名前じゃなくて、こうやって泳ぐ。釣り竿がないんで、ちょっとまず釣り竿探しに行きます。ん？待って待って、え？おい、ベスト釣り竿あんじゃん。いや、マジで幸先良すぎるだろ。ここは自然の常習屋か。ここら辺一体エビがめちゃくちゃいるんで、ちょっとエビそこで釣りたいと思います。よし、これをですね、開けまして、これがエビに変わるんです。エビって結構このタイのお頭大きいんで、皆さんがこのタイでエビを釣るときは切り身でもいいかもしれないですね。でこのちょうどタコ紐を入れられる口のところがありますんで、そこに入れます。さあ、できました。さっき見つけたこの竿先に、はい、さあ、完成しました。はい、これがタイでエビを釣る装置です。すごい。お、もう食べてない？もう来てない？もう来てる。来てないですか？来てる来てる。来てる来てる。ザリガニだ。ザリガニもね、エビ目なんでエビなんですよ。うわ、口からいってるぜ。たい焼きも頭からいくタイプだなこいつ。来てる来てる。うわ、2匹来た。やべえ、僕のタイが持ってかれる。ちょっと上げてみますか。あー、ちょっと取れた。ちょっとね、場所が悪いな。もう一度この下の方、引き上げやすいところに投げよう。ここ。よし。うわ、早速来てるわ。むさぼってるわ。やばいやばいやばい。むさぼってる。来た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 。ちょっと。引き。よし、もういける。こいつは、こいつはいける。こいつはいけるぞ。こいつはいけるぞ。せーの、うーし、来た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 。よしよしよし。おい、離れろ離れろ。おお、離れろ離れろ。全然離れねえ。おお、これゲット。結構のサイズ。カエル先生もやってみます？はい、やります。あっちの、あっちのやつ。来た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 。あ、来ました。カエル先生やりました。ついに取りました。やった。さっきの子じゃないよね。ちょ、やばいやばいやばい。めっちゃカエル先生が襲われてる。あー、あー、やば、めちゃくちゃ内出血してない、してない、全然。痛い、この人すごいね、なんかね、弱めたり強めたり意地悪してきた。おい、待ってくれ、待って。
貝にカエルが来てる。しかもこれ日本アカガエルじゃん。捕まえたことないやつ。やばいやばい、行っちゃった行っちゃった行っちゃった。くそ、逃げられた。やばい、逃げられた。あそこでザリガニが何者かにやられてるんですよ。ザリガニの亡骸があるんですよ。あれ脱皮した後じゃなさそうだな。死体だな。まあ、あそこでザリガニではなく正真正銘のエビを釣りたいと思います。まあ、釣るって言ってもね、この網の上に鯛を乗せて、でここに集まってきたエビをすくう、そういう作戦でいきたいと思います。さあここに置きまして、あ、網が沈まない。はい、ここに置きました。さあこれでこの鯛に集まってきたのを一網打尽にしたいと思います。エビで鯛を釣るっていうのは少ない元手で大きな利益を得ることなんですけども、鯛でエビを釣るってことはその逆じゃないですか。大きい利益、大きい元手で小さな利益を得ること。本当にそうですか。エビってめちゃめちゃ大事なタンパク源じゃないですか。昔の人エビ舐めすぎじゃないですか。そろそろ行ってみるか。本当に頭悪いことしちゃったんですけど、あの柄の部分を水の中に沈めるという頭悪いこと、ここにあればこのまま持ち上げられるのに、あの中に沈めてしまったんで、ちょっと川まで降りて取り行きます。ほんまね、逃がさないように。結構いると思うんで。うわっしょ、来た、取った取った取った、いるいる、一匹一匹、れっきとした一匹だ。これもうタイ一匹でエビ一匹なんだから。来た、これ正真正銘タイでエビを釣ったんじゃないでしょうか。エビくんです。釣れた。ちっちゃ。いやいやいや、ちっちゃくないよ、一匹と一匹だから。等価交換でしょこれは。こっち1匹じゃないからね、そもそも10分の3ぐらいだから 0.3 匹なのよこっちは。それに対してこっちは1匹丸々取れてます。これはあれじゃないですか、もうことわざ変えた方がいいんじゃないですか。タイでエビを釣るに変えた方がいいんじゃないですか。てか今思いついたんですけど、この方法をザリガニで実践したら一気に10匹ぐらい取れるんじゃないですかね。ちょっとやってみますか。てかそもそも釣り竿ついてる意味ある、これ。頭だけでよくね。はい、ということでタイでエビを釣る装置、こちらにカエルを加えました。この柄の部分にタコ紐をつけて、さらに遠くからエビを取ることができます。投げるぞ網を。うわっ、いい、めちゃくちゃいい感じで沈んでる。いい、これは来た。これがこの装置の最終到達点だ。よし、これでしばらく置いときましょう。さて30分が経ちました。タイでエビを釣る装置 EX 見に行きたいと思います。うわ、来てない。なんで来てない、一匹も。なんで、お、待って、タイが動いてるぞ。いるな、タイが動いてる、タイがなんか動いてる。これ網の下に行っちゃってるって可能性ないかな。よしよし、やばい、なんか変な感じになってる、変な感じになってる。よし、いやー逃げられた、逃げられた、あいつだ、あの堂々と居座ってるやつ。くそー、このロッドは次来る勇者のためにここに向いておこう。あった場所に戻しておきます。タイでエビ釣れましたね。はい、これなんて名前でしたっけ。ピパピパです。ピパピパ、はい、ピパピパ。何その名前。今日の動画これで以上です。はい、チャンネル登録高評価マイミクよろしくお願いします。以上です。お願いします。バイビー。